ハーキムは、エジプトを支配するファーティマ朝の第六代カリフ、第五代カリフ、アジーズの子。冷酷な先制君主にして公正な名君であり、数々の気候で名を残すなど、イスラム世界の歴史のうちでも特に際立った個性の持ち主として知られる。ハーキムは幼くして即位し、スラブ人の観官,官、バルジャワーンに貢献されたが、バルジャワーンは、 公権人の立場を利用して最小に就任、ハーキムに監禁同然の生活を強いて、政権を自由にした。成長したハーキムは、即位から5年後の16歳の時バルジャワーンを、視察、自ら先制的な権力を握った。ハーキムは、ファーティマ朝のイデオロギーであるイスマーイール派を強調し、自ら、イマームとして、積極的に競技の研究や、選挙活動を推進した。 イスマー・イール派のための宗教施設の建設、寄震を盛んに行い、ファーティマ朝時代を代表する建築物といわれるカイロのハーキムモスクをはじめとする多くのモスクが建設された。王朝の外でも、ハーキムの知性にイスマー・イール派は、ファーティマ朝の支配半島から、はるかに東のイラク、イランから中央アジアに広まり、イスマー・イール派の名手としてのファーティマ朝の威信は高まった。 また、学芸も保護し、カイロに知恵の館と名付けられた教育、研究機関を創立し、カリフの資材を投じて、学問を保護した。ハーキムのもと、カイロでは、ヘレニズム時代を通して、エジプトに伝えられた古代イギリシアの学問と、バグダードから伝えられた最新のイスラムの伝統学問の最高峰の研究が行われた。 カイロ学派と呼ばれる、この時代のアラビア科学では、自然科学分野の発展が目覚ましく、工学の分野で後世に、多大な影響を与えた、イブンハイサムラの優れた学者が輩出された。ハーキムの厳格なイスマーイール主義は、一方で、厳しい禁令や異教徒に対する抑圧となって、現れた。イスラーム教の教義を厳格に適用し、一切の飲酒と株音力が禁止された。 異教徒に対する迫害も極めて厳しく、男性は黒いターバンを必ず着用して外見で区別できるように命じ、キリスト教徒は木の十字架、ユダヤ教徒は鈴を常に身につける、よう義務付けた。キリスト教の教会、修道院、ユダヤ教のシナゴーグはべて廃止を命ぜられ、財産を没収された。これには一切の例外はなく、 1009年にはムスリムによるエルサレム征服以来、キリスト教徒の宗教的自治によって保全されてきた性、墳墓教会すらも破壊された。さらに、ハーキムは最小の殺害以来、数多くの召使いや官僚を殺したり、意に沿わない者の,の体を傷つけたり、些細な罪で鞭打ちなどの厳しい罰に処すなど残忍な性格をあらわにし、多くの側近や交換が犠牲となった。 その上、気まぐれな思いつきとしか考えられないような命令を簡単に実行する傾向があり、例えば、モロヘイヤがシーア派と対立した過去のカリフたちの好物だったと聞いてその食用を禁止したことがよく知られている。また、飲酒の禁止に伴い没収されたワインはナイル川に流され、ブドウの栽培を根絶するためにすべてのブドウ園が破壊された。遊興の禁止も徹底し、 船遊びが禁止され、運河への立ち入りすら禁じられた。庶民の楽しみであった浴場にも禁令は伸び、特に女性の入浴は禁じられ、女風呂は閉鎖された。庶民も告白な刑罰の例外ではなく、多くの市民が禁令を破った罪で処刑された。ハーキム自身の生活ぶりも奇妙な行動を好み、みすぼらしい衣装を身につけ、夜間にわずかな友だけを連れて、 カイロの支柱やその郊外を徘徊する毎日を送った。ハーキムの晩年には、イスマー・イール派の内部で、ハーキムのカリスマを信奉するグループが現れ、ハーキムを深刻化する教説すら解かれるようになった。2021年2月13日の夜、いつものように郊外に出かけ、住所も連れずに砂漠を散歩していたハーキムは、そのまま行方不明となった。数日後、創作者は、 探検で刺した後のあるカリフの衣服を砂漠で発見したが、遺体はついに見つかることはなかった。ハーキムの深刻性を主張していた共戦員のグループは、行方不明になったハーキムは殺されて死んだのではなく、自発的に失踪して有名界でのお隠れに入ったのだと信じ、復活の日にハーキムは救世主として再臨すると説いた。 彼らはイスマー・イール派の公式競技から排斥され、エジプトを追われて、シリアに逃れ、その地でドゥルーズ派と呼ばれる集団を形成している。ありがとうございます。